はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらマスオのマインクラフトパート7やっていきたいと思います。まだパート1からパート6見たことがないよっていう方はね、動画概要欄の再生リストからチェックしてみてください。はい、ということでですね、よろしくお願いします。いきなりなんですが、こちらね、前回ねマスオの拠点内装を作っていったんですけど、いきなりですねお客さんが来ております。あ、こんにちは。危ない危ない危ない、目合わせるとねこの人ね敵対。危ない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 、こんにちはこんにちはこんにちは。足非常にな、おお、こんにちはこんにちはこんにちは。ちょっと目合わせてくれないんですけど。あ、でかいですねこのお客さんは。エンダー様ですね。エンダー様、エンダー様こんにちは。エンダー様、エンダー様いる。ちょっと柄あるんですねエンダー様ね。すーごい見下されてる。お前なんだよ、おいふざけんなよ、おい金よこせってね、ちょーすごいね見下されてますけど、長い目で見るとですね、このエンダー様も倒さなきゃいけないんで、ちょっと頑張って倒してみましょう。いきます、ポン、ふい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 、わーい、エンダーさん倒したぞーい。採石ね、良好。はい、ということでやっていきましょう。ちなみにですね、今の倒したのでモンスター狩りの達人22分の6までいっております。はい、ということで早速ねやっていくんですが、今回ですね、まあ、何をやっていくのかと言いますと、ね、川が欲しいんですよ。というのもエンチャント台、こちらですね、エンチャントをするために、本が必要で、本を作るために川が必要なんですね。で、その川は牛をね、こうね、狩れば取れるんですけど、今回ね、動物をなるべく倒さないっていうことにしてるんで、そのね、川を取るためにコメント欄です、ですね、釣りをすればもらえますよっていうことで、釣りを今回したいと思うんですが、そのですね、釣りをするためにですね、豚さんね、釣りをするためにですね、クモの糸ですね、糸がまだ一つしかないんで、確か二つ必要ですよね。ですんで、まずはですね、クモをちょっとね、倒しに出かけてみたいと思います。まあ、夜になればいいんですけど、夜までまだ少し時間があるんだよな。あ、で、だったらその前にですね、このかぼちゃ、かぼちゃでジャックオランタン作った方がいいですよってね、こう皆さんから聞いてですね、おっと、これいろいろまた作れますね。ジャックオランタン作って、こう何、地面とかにね作った方がいいんですよみたいなことを聞いたんですけど、とりあえずね、かぼちゃの種、うん、あれかぼちゃの種って別に普通のところでも植えられるんだっけ、ちゃんと耕してなきゃダメなんだっけ。あ、ダメですね。まあ、いっか。本当はここ良くないけど。1,2,3,4。はい。ちょっとね、また今度ね、ここ改築しなきゃですね。とりあえず、こんな感じで。で、横にパッとね、かぼちゃができるはずなんですけど。でですね、こちら、レッド君とピンクちゃんの牧場もね、作ってあげたいなとは思ってるんですけど、このままの状態で、牧場作っちゃうと、このピンクちゃんとレッドくんね、もう認識できなくなっちゃうんで、それで釣り、またね、釣りでね、名札、ゲットしたらよりいいかなと思って、今回ね、釣りということなんです。はい。もうすべてがなんか、うまくいってるでしょ？今、釣りやれば僕はね、進めるんです、前に。では、夜がやってきました。マスを、クモを、討伐しに行くぜ！あ、こんなところにマグマがありますね。怖いですね。非常に怖い。お、あっちは白樺ですね。あ、またエンダーさんいらっしゃいますけど、倒せる気がしないんでやめよう。まず僕は雲なんですよ。雲、どこだどこだ、雲さんどこだ、雲見つかりませんな。なんかさ、なんか僕がやってた頃よりさ、
昔、あ、やべ、立て装備するの忘れた。なんか、あれじゃない？爆発早くなってない？そんなことない？なんか思ってたより爆発早いなってすごい今印象深いんですけど。まずはこいつだ。やばい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 。いや、避けきれないんだよな。そして、いた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 。うわ、おお、おお、おお、やばい、これって。ちょっと待って、ちょ。ここだ。ここで倒せ。よし。よっしゃー。くそ。だが、糸は落とさず。やっぱりさ、動物を倒さないっていう縛り楽しいね。なんか、いっぱいクモさんもいるんだけど、他の敵もめちゃくちゃいるから怖えな。行くでしょ、でも。ほら、来いや。一体一体倒してやるぜ。任してくれ。くそ、クモの目玉か。ほら、骨をこせ。やばい、危ない。あ、ゾンビ、ちょ、ゾンビじゃない。おお、やばい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 。やばい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 。あぶねえ、マジ危ないんだけど。いや、こんなさ、たくさんのゾンビに置く、おお、やばくね。どんだけいるの？ちょっと、ちょっと、あ、やった、やった、いいぞ。ちょっと、いすぎでしょ、いすぎでしょ、いすぎでしょ、いすぎ、いすぎでしょ。わ、びっくりした、後ろ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あいつに食らったらさすがにやられるって。あぶねえって、あぶねえって、あれ、う、めっちゃ鳥肌だって今。うわ、びっくりしたー。ふうーって音聞こえた瞬間に、あ、これやばいやつや、やばいやつやと思って。あぶなっ。お、クモさん、おっしゃー、糸6つ。これだけやればとりあえず大丈夫なんじゃないか。よし、じゃあ一回これでお休みしましょうか。おやすみなさーい。おはようございます。はい、ということでモンスター討伐を終えたマスオ、そしてですね、釣竿ですけど、釣竿の作り方はこちらですね。で、今3本作れるんで、この3本を使って釣り、そして川をゲットしに行きたいと思います。では皆さん、釣りしていきたいと思います。でね、今ね、試しにね、お、来た、おー、釣れた、生魚が釣れました。わーい。はい、じゃあ次、もうね、ガンガン釣りしていきましょう。で、今ね、気づいたんですけど、これ見てください。弓、射撃ダメージ増加4、フレーム修繕がついた、こういうね、弓をさっきのスケルトンさんとの戦いなのかな、ゲットしてました。いや、もしかしたら今ね、釣り一回練習したんですけど、その時にゲットしたものだったのかな。はい、ということで、今取れたのがボールですね。ボール取れました。えい。まあね、釣りって、まあいろいろなものね、取れたりとか、あといいね、アイテムが取れたりするんですけど、この弓めちゃくちゃ強くない？で、修繕がついてるんで、経験値、こう、装備しとこうか、こうやって。こうしとけば、今釣りするごとにもしかしたら、弓が治っていくかもしれない。釣れないかな、魚じゃなくて。お、来た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 、せーの、ゴー。おーっと、これは生魚だ。普通の魚釣り上げるの方がやっぱ多いのかな。お、お、釣れた。はい、生鮭釣れました。はい、続き、おっしゃー。はい、生魚取れたらいいな。鮭変わらないぞ、これ。よし、次が、あ、鮭ですね。起きた、よし。おーっと、次、生魚でございます。起きた、カモン。おー、
おお、皮ゲットした。やったー、釣りで皮ゲットできた。じゃあその皮を使って本を作りたいんで、このサトウキビをゲットして紙を作りましょう。で、紙は割とね簡単に作れた気がする。合ってるよな、こうだよな、確かな。なんかいまいち覚えてないんですけど、紙こうでしたっけ。はい、紙ができました。で、紙と皮、本って、あ、できた本で、これで黒曜石とダイヤモンドと本があれば作れるはずですよね。えんちゃ、あ、黒曜石がないからまだここじゃ作れないですけど、いやでもこれでエンチャント台がようやく作れるように次回なるはずです。はい、ということで次回こそはね、エンチャント台を作れるようにやっていきますので、ぜひぜひ次回も皆さんご視聴いただけたらなと思います。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。